どうも皆さん、キミ F です。積み木をクルスケスとしてソルト&サンクチュアリーやっていきたいと思いますが、前回の枠の直後ですね。はい、もう案内人うんぬいってなってるから、案内人って人呼んでみようかと思って捧げて出てきたこの人が、知らなかったんですけど、これがファストトラベルするさせてくれる人だったんですね。ちゃんといろいろ呼ばなきゃダメですね。ということで普通に帰れますね。はい、でそうだな、戻れるから土届けてやろうかと思ったんですけど、どこだっけ、ここは戻りすぎな気がするんだよな。村ぐらいにしといてみる。ファストトラベルができるとなったらね、あと案内人の石あと10いくつあったから、どっかに置いといてもいいな。そうだな、あのね、洞窟みたいなとこにいたんだよね、あいつ。どこだっけか。いや、なんかね、もっとね、地上に近かった気はするんだよな。これいける、もしかして。あ、いけるんだ。これは隠し扉だったところか。で、森の方にも近かった気がするんだよな。ほほえみの群れから森に行ったんだよね、確か。ってことはボス戦の奥かな。このここの下ボス戦だったとこだよね、確か。これは覚えてる。この辺だったかな、こんな感じのところだったんですけど、あー、こんな感じのところだったな。ここはここはアイテムがあったところか。この下とかじゃないかな。あそこ壁か。これオベリスクがあるだけ。階段もある、階段とかはしごか。なんかね、こういう感じでね、随分変なところにいるなと。あー、いたいた、こいつ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 、よし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 、あなたあなた見たよ、これこれ。随分遠くに落としてきたね、あなた。故郷の土とかなのかな。はい、平和を求めるか。平和を求めるな、はい。ああ、はい、はあ。見つかってはいないな。まあ、そういうもんですよ。彼、誰だ？ああ、なんか装備をくれたね。いや、もう希望は捨てない方がいいよ。とりあえず物をくれる人だったのか。着れるやつ。白いうんぬんってなってたよね。着れないやつかな。そうだな、アスカリア、アスカリアって国から来た人で、これを着てた人は死んじゃったのかな。彼がつけていたものだっておっしゃってましたからね。痛い、忘れてた。どうすればいいかな。ファストトラベルができると分かった以上、いろいろとやりたいことはあるのですが、これ隠し通路だっけ、なんかあるとこだっけか。
待って、なんか NPC いるとこじゃなかったっけ、この先。ちょっと行くだけ行ってみるか。あ、そうだそうだ。はい。お前もなんか知ってそうなんだよな。ただ、特にやることはない。こいつの先には何もない。案内人とやらを拠点としたところには一人置いといていいな。なんかすごくボリューミーって思ってたけど、あれかな、ファストトラベルできるってなったらもうちょっと手軽にできるゲームだったかな、これ。オッケー。どっか近場になかったっけ、サンクチュアリ。この森のところにはないんだっけか。痛い。村に戻った方が早いかな。こんなところで死んでる場合じゃないしな。痛い。こいつのところか。あ、空中ダッシュを手に入れたから取り逃しがないかだけ見てくるかな。多分大丈夫だけど。これとかも取ってあるもんね。奥に隠し扉なし。この辺になかったっけか、なんか。あー、村に帰ってきたね。村のどっか適当なところで、あ、ちょっと待って、ここなんかショートカットに繋がってない、もしかして。あ、こっち側じゃん、サンクチュアリ。思い出した。で、そうだな、もう12個もあるんだもんね。使っていいわ。ここ鍛冶屋さんもいるし、いいわ。で、移動。拠点にしたのは、どこだっけ？ヘイガの洞窟。この辺りだった気がする。嵐の城かな？ここもでも拠点にしていいんじゃねって言ったところだっけ。いや、全然違うとこだな。ちょっと待って、それ俺言ったか、ここ。言ってんな、当時の俺言ってんな。紅の牢獄の方だっけか。これはいいよ、別に。あら、なんだそのどこでもドアみたいなやつ。あ、ここだ。オッケー、ここに案内人を置いておこう。どこに来た？そこに来たのか。でさあ、ジグラッド、最果ての浜、ここの方がいいんじゃないかな。ちゃんとあれなのね、何の祭壇があるかも表示してくれるのね。最果ての浜に
ってみようか。で、もうね、一回こうやっといて、こっちが朽ちた神殿だよね。こっちのさらに、ここは落ちたことないな、多分。持ってきたことはあるのかな。あ、でもジグラット側か。あ、昇降機のところか。ここじゃない方がいいかな。いやでもおサッシがさ、すぐ外にさ出たらさ、浜辺なんじゃなかったっけか。あ、そうだね。で、あっち側に船もあるから、やっぱりここにしよう。ここに捧げる案内人と鍛冶屋と商人とかも置いといていいかな。これ無駄にするより置いといていいよね。指導者錬金術師はと2人だけど、1人置いといていいかな。鍛冶屋と錬金術師、その商人を初めて見たから、あなたの品揃えを欲しいです。ちなみに話しかけると、はいはいはい、あなたはアスカリアから来たのか。はいはいはい、戦争はまあ儲けるという意味では儲けられますけどね、ただ望むものじゃないでしょう。戦争の結果儲けることは、それは別にどうとは言わんけど、だから戦争を望むのは悪党の考え方だからな。マジです。なんかこいつ自分のことをやったら肯定するな。で、詐欺まがいのことをやったっぽいな。で、欲がなくなったのがそれを失い理由ってのもな。あー、でも一応目的として商人をやってるということか、この人も。あ、これが売ってるのはいいね。これ1個いくらな ?500 円か。30円、114。あ、この辺も売ってるのか。ランタン、探求者。角笛とかさ、あれ売ってねえんかな。あ、売れるんだよね、そういえば。あなた売ってない？買う。あ、売ってんだ。安っ。一個使っちゃったから買っとこう。あ、やっぱ積むようにはできてないよね。で、基本的にこの人たちは気をつけてねって言ってくれるからいいや。さあ、ジグラットの下をとりあえず探索しつつ、朽ちた神殿への入り口を、ちょうどいい入り口があるか探すか。いやー、でもこの辺は見たんだよな。こういうことができる。実はもう一通り見ていて、朽ちた神殿に行くのが正解かね。こっちが来てるっけ俺。来れてない場所かなこれは。ああ、そうだな、アイテムがある。オッケーオッケー。なんかこれ閉まってるっぽいな。隠し、あっち側に通路がある。これ仕掛け扉だな、あの沼にあった。よしよしよし、じゃあここの探索だ。なんかが湧くな。なんかが湧くわけでもない。アイテムがある。ここは
俺これ来たことある場所、あ、来たことある場所だ。あ、こっちが見てないんじゃない俺。ちょっと待って、じゃあそこにさ、サンクチュアリあるよね。一応こっちに拠点を移しておいて、こっち側見てないんじゃない俺。でこれはこうしないといけないと。あそこもあるね。炎のあれがなくても別こんなもんだったら別にいいかな。ここは？え？なんでこれどういうところここ？ちょっと怖いな。歯音がする。あ、いるね。うう、切っといてよかった。なに、お前はなんだ、お前はなんだ。初めて見たぞ、新手だな。怖くのぞ。あ、洞窟にいたやつ。でも一撃で後ろから雲。あ、これさっきのところの下だな。特に何かがあるわけじゃない。落ちちゃうとショートカットにはなるけど、あいつらと戦うことになるってことか。ん？雲が出てくるな、ここ。あのさっきの箱みたいなのが頭につけてるみたいなやつもどっから出てきたのか分かんないしな。あれ？戻れない？こっちから戻れる？いや、こういうことか。もうミミックを警戒した方がいいな。しょっちゅう出てくるようになってきたな。あそこの丸さん家だからそうだったのかと思ったら、そんなことなかったな。あ、当たんないんだ。ん？足音がするのは、あー、あいつらか。あれはなんだ、人間の体に見えるが完全に四足方向の生き物だな。動きはろくでもない理由で生み出された敵になんじゃないかな、この感じ。このなんか四角いなんかがあるところからあいつら湧いて出るんだな。まだいる？いるな。下の階とかかな。ついてくる感がないからとりあえずいいか。また趣の違うところに入れた。オベリスクがあってどんどん下っていって、これはあれだな、外のに見えてる
ピラミッドの一部が埋まってるみたいな形か。ね。あっち側に行けそうだな、オビリスクの能力を使って。ただちょっと行くのは怖いかな。忘れないうちに行っとくか、今のうちに。いや、そんなこと言ったら、まず向こう側の見えてたアイテムとかを回収した方がいいな。あれとかね。あれとかね。あれもオベリスクの。どうやるべき？この辺に、ああ、顔とこいつらか。で、ここは厄介だな。厄介だな。これは取れたぞ。下なんかあるのかな。いや、あ、やべ。あいつと戦った場所だよな、多分あれ。え、40しか持ってなかったの、俺。あ、違うか。前の時か。あの時から死んでなかったんだ、俺。割と見るべきところがいっぱいあるな。こっち側に来たんだっけ？俺さっき。ああ、こっち側来たね。ここミミックがいたところであいつらも湧いてきちゃうのか。サンクチュアリに復活したついでにこいつらが何者なのか見ときゃよかったな。やべ。ああ、似てると思ったけどあいつと同じ攻撃してくるね。戦うから、ちょっとここは多分安全だろうから確認するか。他にも割と新しく戦ってるやつが何体かいるはず。この辺りから。カラビタを襲えば食う。あ、やっぱそうなんですね。この人は王様のなれの果て。被害妄想、なんかさ、聖職者のやつに似てるな、ちょっと。兄がいまだに多くの肉薄に似てる噂もあり、はあ。クレイハイブレッド。タムインガ。ああ、でも作成された生き物なのか。ああ、顔が3つあるのもやっぱりあれか。三神のウンタナのやつなのかな。クラウケンを土の方でコーティング。一応クラウケンの一種ってこと？人造クラウケン。これさっき戦った相当強いやつか。死せる神々の墓所、あそこは墓所だったの？
昆虫型クラウケン。じゃあ、一応クラウケンなのか。マザーマーレ、戦ったね。ああ、なんか、哀れな、哀れだから怖い考え方だな。こんなもんか。敵もね、割と出てきてるから、もう終盤っていうことなんだろうか。取ってない。こいつ、ああいうふうに出てくるんだ、こいつ。こっちがさっきのところだね。で、そこで私は死にました。これで一撃か。こっちに来てくれたのはありがたいが、毒はやめてくれ。こっちはもうこれ以上見るものがないかな。あ、まだ当たり判定がなかった。あー、やめてー。ふん。レッジフィーダーだっけ？ドッグエイリアンみたいなやつ。あいつもそうだけどさ、あのタイプの敵は俺は苦手だな。こっちから行ってみるか、試しに。当たんなかった？もう一体ぐらい雲出てこない？出てこないか。出てきた。あー、くそ。向こう側の確認だけしていきたいんだよね。もう取るもんないかなとか。あ、雲がいるのか、そこに。あれだな、あれはどうやって取るのか。ここにオベリスクの反転のやつもあるしな。いるね。そこ上上がれるな。ここは厄介なやつだったー。上から降りてこれる場所だな。違うのか。オベリスクの能力を使ってくるべきなのかな。ただあれはオベリスクじゃ取れないよな。あそこにも道があるんだよね。さらに下は？情けだな。
オベリスクを、オベリスクやっぱ使うんだな、あそこの。うん、でもこう、ああ、いや、そうなっちゃうよね。このオベリスクじゃないオベリスクを使うんだな。これは多分こっち無業だろう。こういうことだよね。ここ登れってことだよね、これを使って。出てくるね、あいつ出てこない。アイテムがあった場所かな。あー、で、うん、どういうこと。だよね。いや、意味のないことはしないだろう。それとももう俺が攻略しちゃってて意味がなくなっちゃってるのか。反対側か。いや、でも落ちることはできても登ることできたかな、あそこ。の、あ、登れる。こっち側か。いや、なんか限界だけど、なんかあそこに祠があるな。ちょっと後回しかな。これさ、こういうこと？こういうことか。おお、ほほほ、閉まってる。まあいいや、やることは分かった。しかもあいついるんだ。こっちから行けないしな。でも登れないんだよな。登れそうだけど。あ、行けた。こういうことか。うっ、こいつの出方はなかなかにホラーだな。ホラーな出陣のやつではあるんだが、ただ降りるだけ。なんかある、途中に。ないっぽいな。これだけか。これだけか。あれの取り方よな。上から落ちてくるんだろうか。
終盤っぽいが探索するものはいっぱいあるな。お前どっから湧いた？上から落ちてくる？いや違うな。うわやべ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 。渡ってくる？渡っては来ない。あぶね。この辺り。ここで下に落ちても多分あそこに落ちるだけだから、こっち側かな。落ちて大丈夫なんか。あー大丈夫だし、もうちょっと向こうだな。マジで未だに探索する場所がいっぱいあるんだよな。暗い森って方行ってないしな。うん、もうちょっとこっち？ここか？ここで大丈夫か？ちょっと調節してよかった。血を求めるものの指輪、なんかあの狩り好きなあの人に渡したら喜びそう。攻撃時に血まみれの肉塊に変える確率が上昇する。クリティカルヒットの確率が上がるってことかな。とりあえずあれを回収はしたんですが、例えばこっからさ、あの王子のいたところに行くのが正規ルートだったとか、そういうのもなんかいまいち違うっぽいね。ね。アイテムを求めて探索してるのもあるんですが、そういうルートがあったら見つけたいんだけど、すでに行った場所にしても、もうまた実は行ってない場所があるにしても、こっち側見たっけ？空いてるから来たことはあるな。この先が王子と戦った場所かな。そこにも空間があるが、なんかそうっぽいな。こっちが王子と戦った場所かな。わかんない。あーで、ここが閉まってんだよね。ここがさっきの、あー閉まってるわってなった扉かな。こうやっていけるね。痛い。ちょうどここに落ちてくれてよかったけどさ。あ、やべ、あーよかった。あーでも違うな。あー閉まってるね。でオベリスクの戻るやつがある。でも多分この下あれなんだよね、王子と戦った場所なんだよね。昇降機あそこにあるしね。そこはつながった。だから問題は あ、やべ、あーん、まあ落ちて確認しました。あそこは王子と戦った場所です。
あっち側もうちょっとでも探索するかな。ソルト回収しに行くのめんどいなって今一瞬思ったけど、いい機会だな。ちょっと待って、またなんか OK、 これはまた私のあれが悪いのかな、コントローラーが。どの辺りに飛んでるあいつは。 あそこにいるわ。来た来た来た。自分から来てくれるのありがたいね。ただでも探索するにしてもよね、いや、ああそう、こっち側から来ただけだもんな。ここには何かがあるわけじゃないっぽいし、これは昇降機動かしたやつだし、こっち側見たしね。一応見に行くか。てかこっち側があれだっけ。ああ、こっち側あれか。じゃあここは何なのって話になるな。ちょっと一回飛び降りてみるか。あれ、はしごがあった、もしかして。もしかしてはしごあった、そこ見えてないだけで。見えてないですか、俺が見えてないだけで。あるじゃん、よく見たらあるじゃん。なんだよ、降りたことあるな。しかも多分見覚えがあるぞこれ。あー、暗い森のところか。神殿に行けっつってたんだよな。神殿の前に暗い森かな。あと神殿に何度か行ってんだけど、どっから行けばいいのか分かんないな。神殿への道だけ確認してこの枠を終わりにするか。なんかその辺から行けないかな。なんかポッと、あ、出たわってところにあったよね。ここは？ここでもジグラットはジグラットだよね、ここも。あ、こっち側か。あんま変わらんな。もう取ったっけ？取ってんな。タイマスがさっ今日の最初の頃6本あったのにもう4本になってるな。
ここ取んなくちゃいけないな、めんどくさいな。この辺のゾンビの中にあいつの言ってた彼ってのもいるのかな、もしかして。なんか変わった話。ああ変わらんな。あれどっか中腹に、ああ、あれかな？あいつもどっか行っちゃってるね。これボスと戦ったところだっけ？ああ、ボスと戦ったところだな。神殿、神殿。ファストトラベルできんじゃないって今思ったな。こっち側に来ちゃうとさ、もうジグラットの反対側からの入り口になっちゃうもんね。そうだよね。こいつらワープしてくるんだったら倒さないとダメだよ。大変だけど。登れないなぁ。登る手段あるかなと一瞬思ったんだけど。ちょっと待って、ファストトラベルするとしてもこの向こう側のとこでやろう。ファストトラベルができるということを今知ったので、まだ全然慣れてないな。いやー、ないな。沈んだ砦で牢獄、ヘイガー、悪臭の沼地、王国の牢獄。そうだな、おそらくサンクチュアリはあるんだけど、サンクチュアリはあるんだけど見つけてないんだろうな。まあいいや。ちょっとこの枠どれぐらいやってる？あー、もうすぐ50分か。じゃあこの枠はここで終わりにして、そうですね、ちょっとちゃんと場所確認してから次回再開したいと思います。では、お付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。